ロックマン4で遊ぼう9回目。さあ、ついに来ました。全ボスを撃退してきまして、行きましょう。この謎のおっさん、ドクターコサック。お、かっこいい。これがコサック城なわけだな。今まではワイリーステージでしたが、今回はコサックステージ。あー、4面ぐらいまでありそうっすね、やっぱりね。よし、これは気合い入れて頑張ってこないと。お、雪ステージなんだ。おう、そうだ、前回コメント大変助かりました、ありがとうございました。これね、ワイルって読んでたけど、これワイヤーね。なんだワイルって。これの使い方が分かんないっていう話をしてましたが、こうか。あー、なるほど。これでワイヤーを上に伸ばして、まあ、ちょっとここ壁がないんで、天井がないんであれですけど、天井にくっつけるみたいです。なるほど、穴があるゾーンとかではいいかもしんない。普通に方向キーを押して武器ボタンでしたね。教えていただきましてありがとうございました。それじゃあ、雪ステージだからなんかちょっと動きがあれ。なるほど、これ一作目のあれだ、アイスマンみたいな感じで、この上は滑るし、雪の中は動きづらいっていう感じなのね。あー、これちょっと厄介。やっぱあれかな、コサックっていうぐらいだから、なんかロシアとかをイメージされてんのかな。いやー、進みづらいですね。でもこれあれですね、コサックステージの BGM が尋常じゃなくかっこいい。うわー、なんか声いっぱい出てくんな。行っちゃおう。この子供の時遊んでましたよ、このおもちゃで。なんか虹色のやつとかありませんでした？階段コロ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 ずっとこうやって転がしていくやつ。あれ、ここちょっと危ないな。ラッシュ使いましょう。あれ、貴重なラッシュが一体いなくなってしまった。ほいぴょーんと、これで楽ちん。あー、ここはお掃除ロボットルンバー。ほい、よいしょ。これで上に進んでいく。いやー、この BGM 好きだなー。あー、お骸骨。うわー、危ない。びっくりした。あー、危ない、変な声出た。あー、出てくんのね、穴から。これあれですよね、やっぱ、ほい、小ジャンプを繰り返しながら進んでいくと、このツルツルにあんまりとらわれづらいってとこありますよね、雪ステージは。あー、で、この骸骨やだな。骸骨やだな。いや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 、よし、ここだな。よいしょ、なんて。くっそ、ベタな死に方しまった。分かってたのに出てくんの。いや、映画版のコナン君みたいな死に方しましたね。なんか、なんみたいなこと言いましたね。自分でもなん、どういう規制を発したのか分かんないけど、なんみたいなこと言って死んでいきましたね。ベタな死に方だな。嫌だな、こういうの嫌なんですよ。なんか動画的にも見栄えしないやつ。全然ドラマティックじゃないやつ。ここは本当にあの小ジャンプを繰り返しつつ、この辺の足場がだからちょっと怖いっすよね。ほいっと、よし、ここも気をつけながら、よし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 、この辺もな。危ないな、危ない。あー、ここの穴がちょいでかいんで、ここちょっと怖いんで、ラッシュ使って大ジャンプでピョーンと。おー、危ない。くそ。あー、くそ、これはね、これは、あ、ゲームオーバー、マジ嫌な感じで出てくるね、あそこね。くそ、悔しい。本当だからね、そういう、なんでしょうね。なんだろう。もっと死ぬにしても、面白い死に方っていうかさ、一応動画にしてるわけだから、動画映えする死に方をしたいんだよね。
下から出てきて落ちるとかそういうことじゃないんだよ。くそー。いやでもやっぱりさすが最終ステージ、まあ最終ステージというかまあ4面ぐらいまであるんだろうけど、コサックステージ、やっぱねワイリーステージ、今までもワイリーステージになってからが難しかったから、ここもやっぱりね油断はできないですよね。ん？あれ？ちょっと待ってね。はい、声いくね。はいはい。今、物理的にコントローラーが反応が悪かった。で、このお掃除ロボットみたいなやつを、よいしょ！こいつ多分目出てる時じゃないとダメなんですよね。あれ？あれ？おい、向こう行け！おい、向こう行けよ！あ、こっち、釣られてくんのか。ほい！あれ？いや、向こう行けよ。なんだよ、こいつ。あー、そう。あー、じゃあちょっとここはなんか、あー、凍土の雨でも降らすか。よっしゃー、楽ちん。ちょっとね、ここからは、おそらく今までと同様、全部ステージが繋がってると思うんで、なるべくね、アイテム節約していきたいところなんですよね。っていうのもやっぱイカ、あ、イカ何個あるんだっけ。あ、でも7個も持ってんのか、相当な数あるな。うん、やっぱり毎度恒例ボスラッシュが今回も待ち受けていると思うんですよね。よし、ここ、少しずつジャンプしながら、よし、ここだ。お、一発でドクロを倒せたぞ。よし、ここ。いやー、タイミングをね、この後もう一体生きて、ここ、よし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 。あー、でここは穴が大きいの怖いんで、ラッシュを使ってピョーン。あー、危ねー。あー、よかった。同じ感じで死ぬのは嫌だからね。あ、回復がある。あー、こっち持ってた。じゃあ、凍土とコイルを回復させてもらおう。あ、これはありがたいわ。よし。あ、でも待って、ここも穴？穴だなぁ。コイル使うか。ぴょん！あー、ちょっと何してんの？何してんの？え、何してんの？え、今の何？今の何？ラーン！ラーン！いや違う、今なんかおかしかったよね。いや、なんだ今の。ちょっとね、なんか嫌な感じの操作ミスしましたね、今ね。こんなところでちょっとあんまロスしたくないんだけど。なんだ今のは。これがドクターコサックの罠か。いや、罠でもなんでもない。ど下手くそや。これ、しまった。俺がど下手くそだ。なんだよ、これ。まあ、一向に上手くならないのは100歩譲っていいとして、下手になるのはやめようよ。もう、仮にも1から、1、2、3ってクリアしてきてるわけだから、下手になるのはやめようよ。これはね、ほんと、ドクターコサックとの戦いでもあるけど、同時に自分自身との老化との戦いでもあるんですよね。なんか大丈夫なのかなっていう。よいしょ、ここ。なんかこの曲改めて聴いてると、なんかこの背景も相まってテトリスっぽいっすね、ちょっとね。あ、だからやっぱロシアの感じのイメージなんじゃないのかな。コイル、よいしょ、大丈夫かな。よいしょ、よし、バッチリ。あー、骨が。で、ここここよね。ここでさっき変なんなったから、あ、バルーンの方がいい。いや、これででも大ジャンプで、おー、よし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 、ほら、骨、ほら。あー、行っちゃおうか、行っちゃおうか。よし、進んじゃおう、進んじゃおう、進んじゃおう。
あれ、なんだこいつは。な、あ、うん、ここはバルーンだな。バルーンでピョン行って、おー危ない。あら、吹雪が激しくなってきましたよ。よいしょ、ここも滑るから嫌だな。よし、え、なんだこれ、なんだこれ、あ、ちょ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 、とりあえずここ上がって、あー回復か。じゃあバルーン回復して、あーでも一番左に行ったらもうぐるっと回ってボスだ。橋から、このはしごからはしごへ。なるほど、このパックンチョが開いてる時に行くのね。どのタイミングだ。あー一番上に行ってる時だな。ここか、こうか。あーよし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 、いいじゃん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 。回復は、あ、じゃあコイル、コイルを、あー間違えた間違えた間違えた、あ大丈夫大丈夫、あーよしよしよし。このパックンチョトラップがちょっと怖いっすね。ここも一番、あーこ、あーこの、あー今のタイミングだったな。今のタイミングで一番上に行ってる時に、あ下行っちゃった、上行った方がいいか、釣られてくるか、こうか。あーごめん間違えた、操作ミス、操作ミスです。これちょっと難しいな。上、上に、あー上に行かない、ここ、あれ、あーごめんなさい、あれーなんだ難しいな。上、上に、上に、よしよし、こうこうこう、あれ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 、ちょっと待ってできない、あれあれ、なんだなんだ、変な感じになるな。よいしょ、あでもここなんだったらバルーンで一番左まで行っちゃった方が楽かな。そうすっか、バルーンで、あっだ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 っ、ここまでしか行けなかった、ここまでしか行けなかったけど、最後はここをじゃあ、よいしょ、あれあれいけない、あれ、あー滑る、ちょ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 、やばい、あちょ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 、危ない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 、あちょっと沼に、沼にはまってきてる、いけない、このこのスパイラルはダメだ、あちょっと沼に、あー沼だね、これ沼だね。おお、ちょっと落ち着こう、ちょっと落ち着こう。びっくりしたー。こういう沼が、ロックマン沼ってあるんですよね。一回ミスると、トントン拍子にどんどん、どんどんね、なんかミスって、何もできなくなっていくっていう。わあ、あった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 。やばい、ライフがないなぁ。少なくなってきちゃったなぁ。バルーンも節約したい。普通に行くか、ここは。じゃあ、こうでしょ。あれあれあれ、これで上に行ってる時に、あれ行かん、あれ上に行ってる時に、あれ場所が違う。あーちょ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 、滑るんだよ滑るんだよ、床がたっ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 た、ちょー沼沼沼、あっあっ、おーおっぶない、ちょっとと死にます死にます、あもう死にます、はい。なんだよ途中まで調子良かった気がすんないよな。調子よくは、よくはないか、よくはないな。いやでもね、あのはしごのエリアがなんか地味に、地味に嫌なギミックだな、あれ。なんだろう。やっぱバルーン使って行っちゃった方が早いか。ん?もうちょい上に行ってギリギリのところで、はしごを離して、落ちながら左に。落ちながら、いや、頭では分かってるんだけどね、なかなか、思う通りに動かないというか。あ、この回復は欲しい。
こいつ頑丈っすね、意外とね。このバネ。ここはコイルを使って、ぴょーんと。あ、でもここか。ここはちょっとめんどくさいんで。トードでいしそうじゃ。よっしゃ。ほい。で、こっち行って、で、ここね。いやー、せめて雪がなかったらなー。この後もう一体、もう一体来て、ここ。ここが、ここが。いや、ここが、ここが。ちょっと。あー、ここ嫌だねー。あー、いやー、なんだろう、なんだろう、トントントン3体出て一瞬間が空くみたいな感じだとは思うんだけど、なんかね、なんだろうな、ここでしょ、ここ倒した、あ、危ない、こう、違う、よいしょ、ここなんでしょう、この口では説明しづらいこいつのこの変拍子。よし、ここだ。お、向こうのドクロを倒したぞ。よし、ふぅ、あぶねえ、あぶねえ。あんまりね、チキンプレイをしていると本当にクラスの男子にいじめられますよ、これは。これは翌日ね、学校で相当ロックマンベタってのはな、いじめられちゃうよな。よいしょ、よし、ここ結構注意なんだよな、一回死んだから。ここピョーン行って、よしよしよし、あれ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 、まあいいや、ドクロはスルーして、あ、できましたね、このエリア。ここであんまり時間取ってるのも男子にいじめられるわ。もうそもそも勉強も運動もできないんだからさ、俺はロックマンで見せるしかないじゃん、男子にさ。あ、危ない、たったったとっと。あ、でコイル使ってきちゃったけど、バルーン使った方が良かったか。まあいいか、ここで回復して、で問題この後なんだよな。ここのタイミングが、この一番、とりあえず一番上に行ってるときに、一番、よしよしよし、ここね。いや、これがね、ロックマンのいる位置があんまり上すぎると、結局階段に登って、ああ、いや、ダメだ。今の下すぎた。難しい。よいしょ。難しいんで、バルーン、バルーンで行くか。よいしょ、わー、なんか変な感じ、変な感じ。で、ここを成功させれば、なんとか。あー、一番上。これね、かといって下すぎても、あー、いや、そうだよね、そうだよね。いや、そうだよね。行かないんですよ、左に。あー、ほら、行かない、行かない。あー、行かない。ここ、あー、ここ、あー、違うのか。違うのか。今行けたと思ったんだけどな、危ない、危ない。滑る。とりあえずじゃあ、ここは、バルーン、バルーン。なはは、危ない。あー、ちょ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 、あー、しゃーちょー、沼、沼、沼。沼です、今のが沼です。あー、沼だ、沼だ、これ沼です、沼です。はぁ、あ、よいしょ。ここをこのね、冷静さと同時に豪快さも持ち合わせるっていうのがロックマンには大事なんですよね。やばい、バルーン相当消費しちゃってる。
絶対ね今後まだまだ出てくるんですよねバルーン。ああ今うま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 くいった今うまうまうまくいったよね馬が多いよ今うまうまくいったよね今の感じでこうよーしたふぅ焦ったぜにゃん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 思わず猫になっちまったよ。よし来ました。ここでセーブしておこう。あ、でもセーブ、まあまあいいか、ボス。とりあえず一回ここでセーブして、残り一機か。まあ、コサックステージ1のボスはどんな感じかとりあえず見ていきましょう。でかい！なんだこれ？え、なんだこれ？おっぱい？おっぱいじゃないか？違うか。何をイメージした敵だこれ？おっぱいじゃないの？おぉ、なんだこの破壊力。あ、穴が。なるほど、こいつ穴を。これボスアイテムなんか使えるかな？あ、でもね、相手の敵、相手の攻撃も割と単調だから、まあ避けやすいっちゃ避けやすい。でももう一押しフト、あ、すごい。あ、こんな下まで、2段階で穴を開けてくんのね。え、ここからなの？ここからか。いや、じゃあちょっとごめんなさい、ロードします。もうあのはしごは やりたくない正直ライフが半分の状態で倒せるかどうかってところか。え、いい関係か、ここ。どうしよう、おっぱいボス相手に。いい感は正直後半のボスラッシュに、あー、食らっちまった。取っておきたい、あー、やばい、食らっちゃった取っておきたいんだけど、まあいい感使えば確実に倒せる相手ではあるな。よいしょ。あー、やばいなー。あー。穴やーね。ちょっともう一回、もうちょい頑張ってみていいですか？あ、なんか使える武器。いや、どうだろうな、そのボスのアイテムも、結局はちょっと節約したいってところがあるんだよね。あとはまあ避けやすいから、もうちょい冷静に行きましょう、俺。あ、そうそうそう、これね。危ない。うわ、危ねえ。うわっちゃ。うわー、橋がアンチ。あー、危ない。あ、でももうあと、あー、くそー惜しかったっすね。いや、こうなったら、この惜しいところまでいけるんだったら、いい感使わずに、さらにこのボスアイテムも使わずに、クリアいけると思うんすよ。もうちょい、頑張らさせてください。よし、いい感使おうもうダメだ、もうダメだ、いい感使わねえと勝てない。もう折れた、完全に心が折れた。30回ぐらいやり直したんじゃないかな。ちょっと編集で早送りで多分、アップしてると思うんですけど、あのね、いいとこまで行くんですけどね、こっちのライフがどうしても持たない。ここでそんなに苦戦する相手じゃないと思うんだよ絶対、このおっぱいロボに。いい感さえあれば、いい感さえあればって何十回思ったところか。もう使おう、コサックステージだし、もう出し惜しみなしだ、もうこれ。よいしょ、おい。これでね、ほんといい感、使いさえすれば。あ、でも、結構いいよ。あ、でも結構いいよ。おい。あ、危ない。あれでも結構いけそうじゃない？あー、じゃあ、じゃあ死んだじゃん。そう、一撃がでかいんすよ。一撃がでかいから、もうあの状態、一発二発、あ、だからまあ三発ぐらいしか耐えれないってことか、こっちの、被弾がね。そっか、二発食らったらいい感だな。いい感さえあれば、こんな野郎に。よし。うわっは。
いかん99個まで増やしてくればよかったな。そしたらこんな貧乏心を、あ、やばい、使うか、使おう、ここだ。回復。どうだ、見たか。もう、だいぶ楽ですね、これで。あとは穴に落ちないように、穴はまあ落ちたら当然即死だから。おい、あと一発二発じゃない。真ん中の穴には気をつけて。あと一発か。あー、こっちも死ぬじゃん、こっちも死ぬやん、死ぬやん。危ない。ちゃ使って死んでんじゃん、いかん、使って死んでんじゃん。もう嫌い。俺こいつ嫌い。ここってこんなに苦戦する場所、嘘だろおい。いやー、これは辛い。これは明日学校行けねえわ俺。よいしょ。ほう、黒板に書かれるわ、後ろの黒板に書かれるわ、伊助おっぱいに死ぬって。伊助おっぱいに死す、書かれるわ。うわー、穴できちった。怖え。なんと、もう伊助おっぱいに死す。いやー、書かれる、黒板書かれる。もう認めよう、こいつは強い、強敵だ。おそらくコサックステージ1の強敵ですよ。というかこれラスボスですよ、きっと。多分この後おっぱいが割れて中からコサック出てくるんでしょう。くっそ、ほい、もうろくなこと喋れないね。喋りながらやっぱ、というかまあ本当ロックマンね、ずっと1から1、2、3、4ってずっとやってきてるけど、喋りながらプレイするのはめちゃくちゃ難しいですね。今まで全くろくなこと一回も言えてない気がするわ、ロックマンプレイしてきて。よし、ここで回復。こっからが本当の勝負だぜ。よっちゃ、ほっ、当たんない。うわー、穴怖い。あれ、当たんない、外したよ。当たんない。よし、よし、あーちゃ、ほらー、こら、ほらー、あと、あーちゃ、ちょ、あと、あ、落ちた。くっそ、何これ、何なの、俺は何なんだろうね、何なんだろう。なんか自分でプレイしててもね、なんかおかしいな。そんな極端に難しい敵じゃないと思うんですよ、本当にこいつ。なのになんでこんなできないんだ。あのね、ちょっとよく見えない。脱税言い訳、よく見えないっていう、メガネの度数が合ってないっていう脱税言い訳。やばい、これはまたやばい、明日学校に行けなくなっちゃう。危ない。あ、メガネの度数が合ってないからだよ。僕は悪くない。くそ。こんなに苦戦するとは思わなかった。弱点武器探しますか、こうなったら。もう、ほんとそうだね。ここでどんだけ時間使ってんだって感じになってきたから、弱点絶対あるはずですよね。なんだろう。おっぱいに効きそうな武器、おっぱいドリル行ってみっか。おらおらおら、あんま効かないやないか。糖度の雨をプラス。まあ普通。ブライトもしかして有効？あー、効かんか。ブライト効かない。ちょっと待って、今ねブライト使っちゃいます。変えられない、武器が変えられない。よしよし、ブライト切れた。ダイブでも使ってみるか。そもそも跳ね返す。スカルって、こういう感じなんだ。
つから初めて使ったわ。あ、ん？チャージし、うん、あ、いやいや、一定時間バリアを張るって感じか。ファラオ、ほら、あー、ちょっともうちょいボス武器試してみましょう。ファラオが当たんなかったんで。ファラオって確かチャージできましたよね。でもね、ファラオ当ててみましょう。チャージ、もう最初はイーカンも使わずにボス武器も使わずに倒すとか言っておきながら、なんだよ、フル活用じゃないかよ。あー、まあ普通、普通か。リング、あー当たんない、そもそも当てづらい。あれ、あ、これだ、これだ、見つけた、見つけたぞ、やっと見つけたぞ貴様。よし、武器、弱点武器はリング、これだ。リング活用してイーカンも使うこうなったら、そうしないと俺ここ撃破できないわ。お、ただリングがちょっとね、ほんと当てづらい。あー、イーカン、イーカン使っとくか、ここで。よし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 、でリングも、おらおら、ここだ、おら貴様、よいしょ、よいしょ、あ、穴が開いちゃう、よいしょよいしょ、おお、もう一撃、ほら、しょ、はい、やったー、倒したー、全面クリアいやー、ロックマン4で一番苦戦したね、間違いなくここ。でもまあ今のがあくまでただのコサックステージ1なんですよね。マジかよ、これめっちゃ、これ大変だなあー、ちょっとじゃあですね、まあそうだよね、リングとか使った状態で、使った状態でここまで来ちゃってるような、進んじゃうんだよね。途中に回復アイテムがあることを祈りつつ進めていこうか。これどうしよう、今回分けた方がいいかな、動画数。え、え、え、危ね、危ね、危ね、ちょっと、おう、いや、一気にいっちゃうか。あー、取りてー、取りてーけど、ん？ほい！いや、あれ、あれ、あれ、どう、あれどうすりゃいいんだスライディングで言ったら絶対峠落ちて死ぬだけですよね。あれは罠だ、諦めよう。あれ、ここなんだ、おうおお、ここなんだ、ジェットか、ジェットだな、頼むぜ。おい、楽ちんだぜ。あー、取りたかった。あー、うとっ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 と、あー、取りたかった。なーん、クソ、ラーン、ラーン。マジか。ここで死んじゃうよな。いやー。ここでセーブ、あ、そうだ、セーブしておくか。セーブだけしておいて、よいしょ、あ、やった、リング回復しておこう。まだリングが有効なボスがいるかもしれない。うーん、あの下のか、あー、おお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 、下の回復アイテム、あれ罠です、間違いなく。あれは取れない。よし、でジェットに乗って、ほい、よいしょ、途中の、途中の回復を取らないと力尽きる。よし、次上でしたよね、これを取る、ここだ、やった。あれ、え、何これ、あ、ちょっと待ってくださいね。これなんか嫌な、嫌な、嫌なやつだな、これ。このトゲは一発で死ぬよね、おそらくね。いや、怖い、ここ怖いんで、
下行って、下行って、コイル、あー、コイルで大ジャンプで上に行っちゃおう。怖い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 。あれ？あ、あ、コイル。あー、ちょ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 。いや、時を止まれ。あ、下が止まるだけか。あ、でもこれ、一撃しかと思ったけど、そうでもない。ジェット、ジェット使えば楽だよな。ジェット使うか。ほい。ちょっと、ジェットさん、ジェットさん、変なとこに。ちょっと、ジェットさん、ジェットさん、ジェットさんここで、あー、ちょっと、ジェットさん、ジェットさん変なとこに。これ確かに、でもちょっと、あ、いや、でも、そっか。上に乗って、で、こうだな。よし。ん？どうしよう。ジェットさん、よろしくっす。これでこっちも、あれー、マジかよー。これもう見極めるしかないな。頑張ろう、頑張ろう。あの、消える床よりは楽だな。毎度おなじみのな。点滅してからトンね。点滅してからトン、あ、うん、死んだ。なんだよ。なんなんだよ。これってコンティニューして2面からだよね。2面から、あ、よかった。よかった、そうだよね。アイテムの状態は、あー、そっか、回復してんのか。そっか。あ、じゃあ一回死んでやり直すって手もあったわけだね。そうだったそうだった、忘れてたわ。あ、じゃあここで改めてもう一回セーブしておいて、しておいて、あのトゲ、あのトゲやだなぁ。うわっ、ほい、行って、でここがジェットでしょ。ほい、あー、ちょっと、なんで、なんか、おいこらこら、なんか変なとこに出るときあるな、こいつ。あ、どこだっけ、真ん中だったっけ。あ、よしで、上行って回復、よっしゃー、ここ、あ、まあいいか、こう、あれあれ、タイミングは、あ、微妙に違うのか。これ、めんどくせえ、これめんどくせえ。バルーン使うか。そうだな、安心安全のバルーン作戦。これで上に行けるとこまで。ああ、バルーンさん、バルーンさん待って。嫌な、嫌なとこっすね、ここね、本当にね。ああ、こうなんのか、こうなる、こうなんのか。見極めるのが一番早いってことかな。やばいなぁ。これはちょっと。よし。ジェット。よいしょ。ジェット、あー、取りたいけど罠だ。あれは罠だ。そっか、回復がもうないのか。あ、やべ。これで、ここ、ああ。いや、いや、いやいや、タイミングがすげえむずい。ピカ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 トーン、ピカピカピカトーン、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 ああ、怖ー、怖ー。こ
ここはさすがにバルーン使おう。もうちょっとわけわからんわ。ほい。ん？うわあ、嘘ちょっと危ねえ。バルーンよいしょ、よーし。あーと、あれ取りたい取りたいけど、なんだあれ、どうすりゃいいんだ。あー、とりあえずコイルで上まで行って、コイルでピョン。何を回復すべきか。バルーンかな。ジェットよりバルーンな気がすんだよな。よいしょ。で、あー、上の大回復も取りたいですね。ラッシュさんお願いします。おっと、よし。これスライディングでいけるかな。ちょっと怖いな。下から行こう。ほっ、おっと、危ねえ。ここも穴がでかくて危ないんで、コイル、いや、バルーンだな。コイルは上にすぐ当たっちゃって危ないだけな気がするんだよね。もう危ない。もう心臓に悪い極サックステージ。ここめんどくさいんで東堂、ほら。あれ、でもこれ、あれ、どうすりゃいいんだこれ。あれこれどうすりゃいいんだろう。これ、あれ取れないな。トン、あ、よし。うわ、あいつやだな。気持ち悪い。トードしかないな。で、バルーンを、はい、回復していきましょう。よし。でもそろそろボスじゃないのかな。あれ、全然違う。危ね。あー、いい感。あー、取りたいけど、あれ、ちょっと。うわ、ワープ。あー、どうすっかな。やべ、ロックマンがゲロ吐いてる人になってる。もう疲れてんじゃねえの。ゲロ吐いてる人じゃん。いい感か。ちょっと待って、今のとこ、どうすりゃいいんだ。あー、ここね。ここをうまい具合に、あれ、バルーンとか使う？いやー、ダメだな。こいつが閉じている時にむしろ落ちればいいのか。いや、違う。あー、やばい、死ぬ。ちょっと待って、いい感じにこだわってたら死んでしまう。進もう、もう仕方ない。せめてワンアップ取ろう。ワンアップはコイルで、よいしょ。あー、ダメだ。もう一回、よいしょ。あれ、あ、届かないんだこれ。マジか。じゃあせめてこっちの、いやー、ダメだ。ラッ、くそー、ダメだ。行くしかねえ。つってでもボスだけど、これさ、ボスで死んだらまた途中からだよね。とりあえずボスがどんな感じかだけ見てこよう。うわ、何これ。無理だろ、初見殺したらこんなもん。なんだよこれ。全然意味わかんない。何今の。なんだ今の。あー、ただ今ちょっともうゼロ機しかなくなっちゃったんで、死にましょう。安楽死を求めましょう。
でまた2面最初からだなうーん、途中のいい感、いい感取りたいけど、ちょっと取り方がわかんないから、あそこで体力すごい削られちゃうんですよね。じゃあ、やっぱり、ああ、せめて最後のワンアップは、ワンアップは、ああ、でもまあ2期、まあしょうがない。とりあえず食らわないように、食らわないように行くことを優先的に。はい。ジェット。ただ、これ途中のアイテムも回復してるんで、よし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 。ああ、取れなかった!マジかよ!ああ、もうなんだよジェットさんがね、なんかね、4のジェット使いづらい。これ言い訳じゃなくて本当にね、2の時と、あ、2、3だっけジェット。その時とね、だいぶ仕様が違うんすよ。使いづらい。嫌い。4のジェット嫌い。ラッシュが懐いてくれない。よいしょ。で、ここね、ここで、アイテムがまだ残ってると思うんで、それを取りつつ、どこだっけ?下だっけ?あ、下か。よし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 。で、上ね。上行って、あー、取れなかった!取れなかった!まあいいか。んで、ここは意外とトントントンで、トン、あー、無敵時間を使って、あー、ダメだダメだダメだ。タッ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 、くそ難しい。うん、死ぬ死ぬ死ぬ、死んでしまう、死ぬ死ぬいやー、すげえ嫌っすね、このステージ。どうしよっかな、あそこ、この辺動画にしてても知らないですね、もうね。いい加減カットカットのカットマンにしちゃいますか。この辺は、あーまあ、いやでも、もうちょい、なんすよ。もうちょいなんだから、もうちょいだから、ちょっと頑張らさせて。あー、取りたい、あれ取りたい、あー、とよっしゃ、回復。で、ここが全然は正直わかんないんで、バルーン、ト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 ン、おわっと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 、よし。これで、よいしょ。いやー、バルーンの重要性ですよね。でももう霊気か、一気も残ってないの、マジ。お、危ない危ない危ない。ここでコイルに乗ってピョーンと、で、バルーンを回復ですね。はい、いけないな。で、こう、ちょっとね、集中力の問題です。うわ、危ねえ、怖え怖え、コウモリ嫌いだわ。ここはじゃあバルーンに乗ってぴょん、ぴょんと。よし。そんで、ここね、ここはじゃあ、上をとりあえずバスターで、よいしょ。バスターで倒して、ジェットの回復をしておきましょうか。よいしょ。よし。いい感じじゃないですか。
もうこの際だから結局ね、ロックマンやっててよく思うんですけど、うん、プレイを取るかトークを取るかっていうようなね、そんなとこありますよね。ここもバルーンでワンアップ取れたらいいなと思うんだけど、まあせっかく PS4 にあるセーブ機能を使ってですね、ここで無限にやり直してしまおう。でもあそこのボスが正直意味わかんなかったんですよね。ここにセーブしといて、あれあれどうすりゃいいの、てかあれボスなのかこれ。これとりあえず最初スライディングで、スライディングでまず避ける、避けよう。これな、え、なにこれ、え、え、これ、え、な、な、え、なにこれどこを、え、そもそも何を攻撃すればいいのこれ。あ、乗るの、乗るのか。あ、いや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 、赤いコアみたいのがあるな。え、なにこれ。あ、いや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 、ちょっと待って、待って。うわー、びっくりしたなんだよ。ん、うまい具合に真ん中、なるほど、ちょっとわかったぞ。真ん中に入って、入り込んで、入り込んで、上下する足場に乗っかって、赤いコアを攻撃するってことね。あ、今チャンス。スライディング。よーし、入ったぞ。くそ。全然食らわなかった。マジ？全然食らわない？ブライトの時止め有効とかないかな？全然だった。ロードしましょう。長い戦いになりそうだ。糖度効くとか。これは弱点武器を見つけないと、非常にしんどいっすね。いや、そもそもコアが出てきてない。ここか。で、こうでしょ？ほう。あれ？全然効かない。あれ？ドリルだ、こら。ドリル、くそうわ。端っこにいるときに、この、潰されちゃうと、アウトってことっすね。あんま効かないな。ファラオとか。ファラオ跳ね返す。リングは分からん。ダストぶつけてみよう。早いここじゃない。ゆっくりの時に、ここだ！ここで、よいしょ。お、効く！ダストだ！見つけたぞ！ダストです。有効はダストです。危ない。あと2発ぐらい当てれば。ちょ。どっちだ。こっちか。よいしょ。くそ。よっしゃ。あれ。こっちが限界だったか。とりあえずダストにして。いい感使わずに行きたいな。いきなり入れる。よいしょ。当たんない。どっちだ。おっと。この後早いパターンでしょ。違う、ゆっくり。入れる。よいしょ。よっしゃいいかん、いいかん使うか、いいか、いやでもボスラッシュあってよな、ボスラッシュがあるよな。お、よし、入れる。くそ、ダメージがでかい。使うしかないか。いやー、大丈夫かな。不安だわ。はい、ダストでいきましょう。ただこれで、早い。よいしょ。
お、な、お、ちょ、ちょ、ちょ、よいしょ。よっと、スライディングで、よし、来た、ここだ。なるべく、あー、ちょ、あー、当たんなかった、ごめん、打てなかった。ごめんって誰に謝ってるんだろうねなんかわかんないけど、なんかわかんないけど、ごめんって言っちゃうんですよね。なんだろう、普段から適当に謝ってるからかな。適当じゃねえよ別にごめんガチャ、ごめん、いい勘使えばよかった。他の武器もため、いやダスト、ダストだよな。なんかね、思ったほどダメージも食らわせられてないような気もするんだよな。ちょっと試してみるか、ダイブとか使ってみますか。あ、入れる。うわ、うわうわうわ、うわうわうわ、うわうわ、撃てなかった、撃てなかった。おわあっちゃ危ない、危ない。よいしょ。これどういうロボットなのこれ、もう。意味がわかんないんだけどさ。あ、マジ、跳ね返すのか。じゃあ、スカルってこともないだろうから。ダストとイーカン作戦で行くしかないですね。うわぁ、危ない。よいしょ。ここだ。よし、結構入ったよ。3発ぐらい。おお、危ねえ。ほっ、よいしょ。しかしすごい案ですよね、このロボットね。部屋自体がこう分裂して移動するっていう、めちゃくちゃトリッキーなボスだと思う。ダストが当たんなかった。くそ。もっと長い時間、いい感使っておくか。使って、置いた方が、良さげ、かい。良さげだな。よし。安心安全のライフ、マックス。いやでもね、これ狙うのもね、結構むずいですね。よしか。これ上手い人どうやるんだこれ。あー、くそくそー、避けられた。お、来た。よし、あと一発じゃないかな。でもこっちも結構ギリギリ危ねえ。ここも避けて、よし、ここで決めよう。よっしゃー倒した。力だー、これは力だねー。ふぅ、なんとかダストマンステージ、ダストマンじゃねえや、コサックステージね、コサックステージ2面クリアです。続けていっちゃおう。3面ね。あ、でもこれで、あ、3面行って4面でボスかな。お、なんだこの BGM も変わりましたね。これはもうゼロ機しかないから一回死んだ方がいいっすね。あれ、何、画面が、あ、勝手にスクロールすんだ。マリオみたいな。ロックマンで初だと思う。勝手にスクロールしようって。まあ、死ぬけどさ、とりあえず死ぬんだけど、回復したいから。これでまあ、そうですね、コンティニュー行って、ここからか。へぇー。
ちょっとじゃあ、あれですね、自分自身にあれ、コーヒー飲んでくる疲れちゃったからコーヒー飲んで、自分にとってのコーヒーがいい感だから。かっこよくないね今かっこいいこと言ったかなって一瞬思ったんだけど、別に何もかっこよくなかったねちょっと休憩してきます。さて戻ってきました。よし、体力も回復して気合を入れたところで、ここ動いてくんだよな、ちょっと焦るよな。ほい、ほんとマリオ3のあれみたい。いやー情けない、ここで死ぬのは。今の死に方はあまりにも情けなさすぎる。何にもしてないじゃん、マリオ3の話しかしてないじゃん今まだそれぐらい焦るんだって、こういうとこって。このウニに気をつけつつ、よいしょ、あー危ない危ない危ない、よいしょ、あーなんだこいつ、うわ嫌だな、あーブライトで時止めるってありだな、あーいや危ない危ない、あーとっ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 と、画面が遅れてる、うん、あったあったあった、上の回復取りたいなーけど無理だろ、おっと、あこれ取りたい、これ取りたい、ちょっと待って、何を回復すべきだ、いやそっか、一回死んだから全部回復にはなってるのか、じゃあいいや、アイテムは無視して、危ない危ない危ない、ウニにぶつかる、よいしょよいしょ、怖い、そうそうマリオ3のあの戦車のステージ、なんだこいつ、なんだ、あ止まったよかった、ふぅちょっと一息、やっぱこの勝手に画面動いていくのってめちゃくちゃ焦りますね。ん？ああなんだろうこの感じ。ブライ、ああいやここはバルーンか、バルーンだな。ほい。バルーンで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと画面が遅れちゃうな。また画面、ああまた動くのか、また動く、おいしょ、おなんだこれ、えなんだこれ、おあうん、ああなるほど、乗ってると落ちて、あ危ない、ちょなるほどね、ジャンプすると浮くのね、初めて、あーちょ違う、床が滑った、その言い訳は通じない、ここは雪ステージじゃないんだよ、ごめんなさい、単純に操作ミスです。あ焦りから出るっていうかビビりだよねビビってんじゃねえぞ、よいしょ、おあーでも回復は今、いやー怖い、よいしょ、あーこれで浮いての、あーマジか、浮きすぎると消えるんだ、浮きすぎるとこの黄金が消えるんだ、マジか、あーやっちゃったな、なるほどね、まあ一筋縄ではいかないとは思ってましたよ最初からこれまた長くなるぞ、よいしょ、この辺はね、だからちょっとやっぱ、ブライトを、ブライトの時止めを有効活用していった方がいいのか、危ないなっちゃっちゃ、たた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 ジャンプして、こうやっていっちゃおう。ふぅ。いやー、ここ、怖いな、お、ちょ、あ、バルーン、あー大丈夫か、死んだのか、まあ死んだら回復って、あーぶね、死んだら回復っていうのは本当にありがたいですよね、その案を提案してくれたカプコンの人は神様だと思うよ本当に。でここはじゃあバルーンで、ほい、これで、
これでいけるかな。よいしょ。ほんとバルーンを使うことが多いっすよね。なんかここに来てバルーン様々だな。これね、これね、上に行きすぎると、あーちょっと待って、ちょっと違う違う違う、もうこいつが、こいつが邪魔だったんよ、こいつが邪魔だったんよ。くそ。いや、一番の敵は己の恐怖心。打ち勝て、今こそ、今こそ。よいしょ、ちょい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 、よいしょ。あ、バルーン回復したらよかったな今。ほいほい、ここからちょっと、ここからちょっと難しいぞ。あーあーあーっと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 、え、これはこっちか。ほいほい、おいしょー。あー、浮いて浮いてのトンね。あー怖い。よいしょよいしょ、よいしょ、あ、あー、下に行って、あ、やばいやばい、壁が、壁が、あー、いかん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 、うわ、あったあったあった、これと、どうやって取るの？あ、あ、止まった。あ、バルーンか。バルーン様々やわ、ほんとに。どうしよう、あー、どうしよう。ほい、ん？ここか、この辺から打って、お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 、あれ、あれ、あれ、ちょっと難しいな。あ、やばい、バルーンを。おー、取れた、よかった。バルーンめっちゃ使ってしまった。まずいな。でも、ボスになんとかつきました。ここでじゃあセーブしておきましょうか。これも長くなるぞこれはやり直すパターンだぞ、きっと。さあ、ここではどんなやつが、下トゲ、なにこれ。うわー、なんだこいつ。うわー、怖い。うわー、やだ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 。あ、でも、割と、あー、割と、あー。うおー。あー、動きはでも単調だな。今、ジャンプしすぎたから、ちょっと変な感じにはなっちゃったけど、ちょっともうちょい、もうちょいロックバスターで行ってみよう。ほい。これでも、おうおうおう、あ、ここ当たっちゃうか。あれでも割と本当避けやすいな。え？あー、もう一体出てくるのか。二体目が、おお、あっちゃ。いや、でもね、これロックバスターで結構食らいますね。あーっと。あー。やばいやばいやばい。ほんとね、食らって、よろけて、トゲにドーンって落ちたら一撃死っていうのが怖い。あ、でももうあと一撃？マジ？あー、あと一撃が終わった、あった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 。やった、倒した、やった。ここ弱いここのステージ弱かった。やはり、コサックステージ3面、楽でしたね。全部これならいいんだけどね。さあ、でもいよいよ、コサックステージもファイナルか？でもファイナルってことは？ってことはよ、毎度恒例の、あれ？なんだこの分かれ道。お？すげえかっこいい。宇宙ステージじゃないですか。さてさて、あ！回復かー。バルーンをまあちょっと回復したいところだけど、バルーンを取りに、回復するためにバルーン、あ、でもいいね、いいね。ほい。これで、よいしょ。あ、いいじゃない。ここでじゃあちょっとセーブだけ、あ、いやでもまあいいか。イーカンは現在6個。あ、さあボス、あ、すげえ、一撃で。あ、イーカンあるじゃん。で、この、あ、クラッシュ、ドリルか。よーし。
やった、いいか、7個はでかいんじゃないっすか。かなり、うん、有利に進められそう。うわー、なんだろう、あー、この感じ、あー、いやー、やだな、やだな。ほい。ん？こっちか。ん？おー、ここちょっと右上、え、右上気になるな。え、右上気になりますね。じゃあ、ここはワイヤーか、ワイヤーだ、ワイルをこう、こういうことか。なるほどね、初めて有効活用できました。あざーす。で、こっちの穴落ちちゃっていいんだよね、きっとね。いい感あるんじゃない。お、なんか裏ルート的な。おーやった貴重ないい感。よっしゃ、いい感8個、これはでかい、でかいですぞ。ちょっとここでセーブしておこうか。もうちょっとね、はい、最初からやり直すのがしんどい、しんどいお年頃になってきた。なんかもう10年近くタバコ吸ってないけど、10年は言い過ぎかな。もともと全然吸う方じゃないんですよ。お酒飲む場だけなんか吸うみたいなカッコつけ野郎だったんですけど、なぜかタバコをちょっと吸いたいんだよね今全然なんでかわかんないんだけど、ロックマンやってるとちょっとタバコを吸いたくなるっていう。ロックマンプレイヤーの方で喫煙者の方って多いんじゃないかな、偏見だけどうお、あ、あ、いやいやいや、上か、上か、え、え、あ、いや、ちょっと待って、いや、いや、あ、あ、いや、落ちていいんだよな、落ちていいんだよな。いや、なんか変なステージだな、ここ。え？お、上のエネルギーは、あー、バルーンを取りた、あー、いや、ワイヤー、うわー、くそ。あ、いや、ワイヤーか。ここでワイヤーを使って、あよっしゃ、あれ、何これ、あれ、ちょ、なんか、あれ、うまくできなかった。うまく間に入れなかったから、まあいいや。先進んじゃおう。あ、ノートス、やり。あ、ちょっと、ドクロ倒して回復してくれよかったな。まあいいか。じゃあ、ここでセーブして、さあ、え、あ、お前か、コサック出た、ドクターコサック。え、どんな感じ。おー、UFO キャッチャー。ちょっと捕まえられちゃうわけね。あー、で、弾を3方向に、あー、捕まっちゃった。ただ、まあ、こいつが第一段階で終わるわけないんすよ。あ、でも、なんか効くのあんのかな。あ、しまったこれ間抜けだな、ちょっと間抜けだな。まあロードして、そうだな、いい感一つぐらいは使っても仕方ないか。コサック、貴様探したぞ。よいしょ、終わった、掴んでくるぞ。危ない、よーし。あ、でもね、ロックバスターでいけそう。よいしょ、あー、しまった間抜け、お間抜け。おい、で、弾も割と避けやすいから、あ、いい感じ、使うか、いい感じ。アップ、危ない。いや、でもね、絶対第二形態あるよね、こいつ。よいしょ、もう一撃、よいしょ、ほら。お、なんだ、あー、ブルースだ。え、なにこいつ、カリンか、ロックマンやめて、カリンか、ロックマンやめて。うん、父はあなたの思っているような悪い人間ではありません。おお、私がドクターファイリーに囚われていたので、仕方なくあなたと戦うことになったのです。お願いです、どうか父を許してください。やはりそういうことか、カリンか。お父様、ロックマン、すまなかった。あ、
裏切ったなブルースめ、こうなったらわしが相手だ。まあこうなるだろうなとは思ってたよ。ワイリーが絡んでないはずないんだよ。ブルース、あ、じゃあカリッカ、カリッカはブルースが助けたんだ、ワイリーを裏切って。ということは出たー。ここからだー。絶対いるだろうなとは思ってたよ。コサックなんていうポッドでのキャラがいきなりボスになって終わるわけないと思ってたもん。うわー来たよ。いよいよこっからが本番でしょう。ワイリーステージに入ります。なるほどね。じゃあでもなんとかコサックステージはクリアして、こっからワイリーステージとボスラッシュが、毎度恒例ボスラッシュが待ってるって感じかな。いやー今回大変でしたね。だいぶ長い動画になってしまいました。はい。まあちょっとじゃあこの辺までにしておこうかな。イベントシーン面白かったっすね。ああいう凝ったのがあるんだな。いやーブルースかっこいいな。ブルースが女の子助けたんだ。俺3のブルースがほんと大好きで、ロックマン史上で一番好きな BGM はって言われたら、あのブルースのピポピーあの曲がすごい好き。3のエンディングですよね。次回でラストまで一気に行けたらいいな。どうかな。頑張ります。今回はこの辺で。ご視聴いただきましてありがとうございました。拙いプレイで申し訳ない